気軽。今日はですね、自分がゴルフクラブで全信頼を置いている、はい、クールデザインの宮城さんのところにちょっとゴルフクラブの相談をしに。あ、そうなんですか。はい。ゴルフクラブ新調するってこと。新調というか、ちょっと今自分が持ってる悩みを相談して、はい、どう、対応していただけるかなっていうのをちょっとご相談しに。なるほど。はい。あ、宮城さん。ここです。はい。看板出てないですね。看板出てないです。あ、でもここに出てます。あ、クールデザイン。クールデザイン。なるほど。上の文字がクールです。じゃあちょっと、はい、大丈夫です。行ってみたいと思います。よく当たるんです。お疲れ様です。すいません、ちょっとこの間の電話でご相談させていただいた件なんですけど。はい、はい、なんか雰囲気良くないですか。はい、雰囲気めっちゃ良くないですか。ここですか。はい、もう今頭ぶつけなかった。いや、ちょっと最近アイアンで、ロングアイアンがちょっと上がりきらないっていう悩みと、ボールは変えてないよね。ボールは変えてないです。変えてない、うん、はい。まあ、単純に、おそらくちょっとヘッドスピードが落ちてきたかなっていう。そんなことないよ。いつもそうなるじゃん、イメージが出ないと。はい。まあ、イメージの問題だと思う。そうですかね。うん。まあ、あとボールさえ変わってなければね。俺が変わるとね、やっぱ出玉の打ち出し方は多少変わってきちゃうから、結構やっぱボールは重要ですよね。うん、一番まあ基準とするのはそこだよね。うん、ロングってどこまで？6はギリ OK。6はギリ OK。ギリ OK ね。はい。聞いただけで分かるもんなんですか？いや、その初めての方だったらやっぱ分からないです。はい、もうね、学生上がってからの付き合いだからね。そうですね。その悪くなる時も覚えてるし、良くなる時も覚えてるんで、まあ、多分その繰り返し、そのヘッドスピードが落ちたというよりも気持ち的な部分で、ね、はい、気持ち的になんか上がんねえなっていう気持ちが強くなってきて、不安というかね、そこがスッキリすれば多分技術的な問題じゃないし、うん、クラブの要因だよね。はい、うん、ね、はい、あ、めっちゃ細かく書いてます。これ何の？これはスペックシートですね、使用書。シャフトのトリミングとか、はい、まあ、シャフト重量とかグリップ重量、あと、まあ、まあスイングウェイトですね、あと長さ、どういう形の流れでロングアイアンがちょっとなっていう不安感があるのか、はい、あ、これ前回の今使ってるやつですね。今使ってるクラブのデータですか。はい、そうですね。リチャード君の場合は、はい、そのプロ用って一度寝かすのね。はい、ソール角ちょっと上げたいので一度寝かすんだけど、市原君の場合はソール角あんまりあると嫌がるタイプだから、はい、0.5 しか寝かしてないのね。寝かすとやっぱちょっとバウンスが出すぎちゃって、そう当たりすぎちゃうってことですね。寝かして、じゃあ仮に5番アイアンが26度だとしても、はい、別に26度でインパクトするわけじゃないから、まあそうですね、ソールがどう当たって、うん、結果的にロフトが何度立ってるかだから、はい、ソールが当たりすぎるのあんまり好きじゃないから、あんまり、そうですね、バウンスが多いアイアンはあんまり好きじゃないですね。いや、あえてそこはいじってないんだけど、はい、まあ、そこをいじらずにいけるかな。マジっすか。うん、これで圧倒的にさ、市原君のスペックで他の人と違うのが、クラブ長なのね。はい、
はい、クラブ長っていうのクラブ長さ。あ、長さですね、うん、はい、あのスタンダードより4分の1インチ 0.25インチ、はい、ロングだから、はい、0.25インチロングってことは 0.25 インチ手元が伸びるじゃん、はい、そうするとこの分の 0.25 の手元剛性が高くなるから、はい、手元剛性高いのいちゃらく好きじゃないから、はい、0.25 チップカットしておくといいよね。それでバット側の径とバット側の手元剛性がスタンダードで作った時と変わらない、はい、そのシャフト剛性にしてあげてるんで、はい、その硬すぎるってこともないと思うので、うん、しなり感が足りないとか、はい、うん、それはチップトリミング と、クラブ長全体の長さのやり取りでやるんだけど、はい、バランス、うん、ちょっとあれだね、グリップ重量軽くしてもいいかもしれないね。ちょっとパーンってこうシャローにリリースするような動き、はい、をグリップ重量下げて 0.5g ぐらい下げてしに行くんじゃなくちゃ、あ、リリースしちゃったなっていうようなスペックにすれば、はい、細かい感覚だけどそのぐらいなんだよ、あの浮きづらいと思う原因って。そのぐらいで治っちゃうからで、いいんじゃないの。ああ、ショートアイアンはどうなの、不満は。ショートアイアンもちょっと、まあ、この間お電話でちょっとだけお話しさせてもらったんですけどちょっとラフでもうちょっと抜けてほしいっていうのと、ちょっとやっぱ厚く入りすぎて、ああ、フライヤー結構してっちゃうんですよね。ああ贅沢なんですけど、なんかラフで薄く入れながらも厚くこう厚い感じで当たってもらえる。それは自分でやってください。薄く厚くって、はい、単語の選び方が合ってないだけで。そうですね。ちょっと感覚的すぎますよね。はい、分厚くは入れたいね。はい。分厚くは入れたいけど上には当てたくない、ね。そうですね、打点の問題なんで薄くって、はい、アタックアングルの問題じゃなくて、はい、打点を厚くすると上に当たっちゃうじゃん、はい、厚くっていうか上から入ると、はい、ちょっとぶっ飛んでっちゃうから、はい、これアマチュアは全然飛ばなくなるんだよ、ラフで上に当たると。でもプロの場合はぶっ飛んでっちゃうから、その下にこう厚く入れるんだけど、うん、打点を下にして、あ、そうですね、うん、そうですね、っていうことだよね、はい、その厚くっていうのね、はい、うん、だからそしたら重心高いモデルにすればいいんじゃない、はい、ヘッド、マッスルみたいに、はい、そのネック長くてヒールよりの高い重心で重心の下目に当ててあげて、うん、その厚いインパクト、シャローでも厚いインパクトを感じられる重心位置のヘッドを選べば、はい、ただ、うん、マッスルにすると極端にバース角は一緒なのよ、はいはい、少なくないよね、はい、ただソール幅が狭くて、あとソールサイズがちっちゃいから、はい、ラフにめっちゃ入ってくる、入っていくから、感覚としてはツアーポケットのソールがこのぐらいじゃん、はい、マスクこのぐらいになるから、まあ、狭くなりますよね。感覚としては、うわ、入りすぎた感覚が出ちゃうかもしれない。あ、入りすぎてないんだけど、入りすぎてないんだけど、ソールの抵抗がないから、はい、うわ、入っちゃったって感覚があるかもしれない、はい、だからそこをまあ作ってからだね。それで何か違和感あったらどう解消するか、もしかしたらドンピシャでいっちゃうかもしれないし、ただ厚いソールから、まあ、89P っていうショートバンテだけでも薄いソールにして、まあ、基本ラフってあんま上から入れないでしょ。そうですね、自分はあんまりさらっと打ちたいでしょ、ね、はい、大丈夫だと思うんだけど、ちょっと入りすぎてんなっていう感覚はソールが狭くなった分、はい、マッスルに変わることによってそれ感じちゃうかもしれない、スピンコントロールを効くから、はい、マッスルは上にフライヤーさせられるから、横にこう飛距離方向に普通フライヤーしちゃうじゃん、うん、それをバカーンと上にフライヤーさせちゃえば、はい、飛びしぐことはないから、はい、でそれができるのはマッスルなのね、でそういう意味ではマッスルでいいんじゃない、89P を、はい、うん、ちょっとなんか最近撮った映像を見てもらってもいいですか。文字で
ゴルフやってる？やってます。こんな感じなんですけど。ちょっと引っかかってるというか、厚みに入っちゃって、フライヤーしちゃってるんですけどね。でもこれ2球目は上にフライヤーしてるじゃん。はい、抜き方がもう完全にそうじゃん。そうですね、まあちょっと上に抜いて、上に飛ばしちゃえばいいやっていう、ショートアイアンでしょこれ。9番アイアン。うん、まあなんか抜けてほしいって言ってますけど3球目はわざと球だけ取るように、すごい薄めに入れてるんですけど、はい。じゃあ今のが気持ちいいか気持ち悪いかだよね。いや3球目みたく打てればいいけど。そうなんですよね。でもこれだとなんか飛ばなかったりしちゃうんですよね、自分の思ったより。いややっぱりさ、その特にロングアイアンは、はい、今ショートアイアンだけど、はい、やっぱラフってインサイドアッパーに振れば、はい、こういう飛びすぎはないから。まあないですよね、アウトサイドインやっぱ上から入れちゃうのが一番、まあラフはダメですもんね。一番その打点によってぶっ飛んでっちゃったり、はい、逆に飛ばなかったりっていうコントロールができないから、はい、もうインサイドアッパーに、大谷みたいに打てばいいんですよ。ああ最近流行りの大谷君のアッパースイング、ちょっとアッパーすぎるけどね。でもあれは理にかなってると思うから、だからちょっとやっぱラフはアッパーイメージの方が、でも昔はそういう風に打ってたけどね。打ってましたかね。あの抜けるところが今の動画みたいに昔高かったからラフは、普通のショットはここだとしたら、この辺高いところにこう抜いてるから、その方がコントロールができるよね、フライヤーになったとしても上に飛んでいくだけだから、そのグリーンタッチしないで奥とかっていうのは絶対ないと思う。いうさ、マッスルってさ、よく難しいって言ってさ、キャビティとかポケットは優しいっていうね。でも、それはアマチュアのその概念であって、プロの場合は、マッスルは曲がるのよ。ミスショットがミスショットになるわけ。ナイスミスの意味で。でも、優しいクラブになっていけばなっていくほど、曲がらないのよ、ミスしても。でもさ、こうさっき言って上にフライヤーさせたり、そのじゃ球を作って、ハザードを避けて花道からピンみたいなね、っていう時ってマッスルだったら曲がるの、でもポケットとかもっと優しいクラブってどこ当たってもまっすぐ行くの。でもさ、インテンショナルショットってさ、自分で意図的にミスショットするわけじゃん。ヒール当てたり、トー当てたり、まあそうですね、インサイドから入れたり、アウトサイドから入れたりっていうアタックアングル変えたりっていう、意図的にミスをして球を作っていくから、マッスルはミスしたものに対して反応してくれるの、スイートスポットが狭いの、ね、だけどポケットって鈍いからどこ当たってもちょっと開いても閉じても全部まっすぐ行こうとするわけ、直進性がまあ強い、だから強すぎちゃう、球を作りきれないっていうのがあるよね、だから本当だったらマッスルのロングアイアン入れちゃえばめっちゃ球上がるんだよ。そうなんですか。だってスピン量多いから、あ、なんか逆だと思ってます。バックスピンって浮力だから、みんな悪みたいに言ってるけど浮力だから、で重心が高いものを重心の下で打てば、バックスピン量って多くなるし、だから本当はその方がいいんだけど、やっぱりロングアイアンって平らなところで打つばっかりじゃないじゃん、まあそうですね、左足下がりだったり、左足下がりからその止めだけなんだよとか、そうするとやっぱりマッスルだとプレッシャーかかるからポケットの方がいい、まあ、見た目のプレッシャーはありますよね、で、あんまりこう世の中コンボってね、もうあんまりやらなくなっちゃったけど、コンボってありだと思う。ただそのヘッドと
つながりの7番までと8番からのつながりをうまく作るけど、はい、多少のズレはうまく飲み込まないと、はい、お互いに努力しないとダメ、はい、いや結局はダメなんだよ。マッスルってさ、完成モーメントがでかいとかいいじゃん。ああそうヘッドとか、まあ、ドライバーもそうだけど、はい、あれはヘッド全体の完成モーメントだね、はい、それはね関係ないんだあんま、軸周りの完成モーメントといって、ゴルフってオープンクローズのスポーツじゃん、はい、まあ、今みんなトップシャットになってるけど、はい、なぜかっていうと軸周りの完成モーメントが大きくて、操りづらいから、ダスティン・ドーソンもシャットでフェードを打ちゃうし、結構主流ですよね、シャットフェードって。だからもうシャットにしないと捕まんない、でもアイアンにもそれは言えることで、軸周りの完成モーメントをマッスルの方がちっちゃくなるから、はい、より操作性が良くなる、はい、あとは一番マッスルの優位点っていうのは左右方向の完成モーメントは全然もうポンコツなの、もう一切ないんだけど、ヒール側がちょっと強いだけで、でも上下方向の完成モーメントは強いから、ネック長いからね、だからそのプロってさ、すっげえ先っちょ当たったとか、はい、そういうミスよりも上下のミスの方がやっぱり多いじゃん。そうですね、ライとかさ、はい、そのまあ、ラブだったり上下のミスにマッスルが強いから、はい、そういう意味でショートアイアンマッスルになるんですよね。あで、そういう流れで作っていけば、はい、イチャラ君の思い描いたものにはたどり着かないかもしれないけど相当近いと思う。あ、本当ですか。うん、大丈夫、お願いします。俺一番気になってるのはウェッジなんだよね。ウェッジですか。このウェッジ3本はさ、はい、市原くんのアプローチだけ考えて作ったスペックだね。全体の流れとして考え、トライじゃないかな、このウェッジの後にアイアン作ったじゃん。はい、そうですね、うん、でこれとこれバラバラなんだ、でもこれをくっつけたいんだよね、4番から58度まである程度のこう同じイメージにいける流れを、はい、ちょっと仕様変更して作りたい、変えたいなと思ってる、はい、1番が長さだよね。スタンダードの長さで来ちゃってるから。ああ、50度と54度とかですね。そうそうそう、こっちはあの 0.25 ロングじゃん、でピッチングにと50度の、まあ何が違うかって言ったら窮屈さだと思うの、アドレスの50度になった時にちょっと短くてちょっと窮屈だなって、もうちょっとピッチングみたいに構えさせたいなっていうので長さがあるじゃん、はい、シャフトが違うじゃん。ああ、シャフトそうですね、こっちは 3L14 だけど、まあ結構軽量で柔らかいのね、はい、軽量って言ってもカット後 112g ぐらいだけど、でウェッジに関してはシステム3のプロテックスだから、はい、シャフト重量は短いからそんな変わんないね。ただフレックスが全然違うからね、硬いから、だから50度で急にバンって硬くなるのをちょっとここを、これ 35.25 じゃん、はい、でピッチングは 35.75 なの、ここ半インチあるから、ね、ここを 35.5 にしてあげて、はい、アドレスの時のちょっと短くて苦しいのを排除して、はい、あとはちょっとプロテックスのしなり感を出してあげる、うん、いきなりガチンって硬くなるから、はい、その辺壊したいね。確かにガチンっていきなり50度になると、ピッチングから50度になると練習してもキュッと締まりますよね。このさ、50度ってほとんどフルショットだから、はい、54度はまあアプローチ使うじゃん、はい、でこの辺は逆に間に合っちゃってもいいわけ、はい、ロフト通りに当てられるかも。これはちょっと遅らせて当てたいよね、50度に関しては。ワンテンポ遅らせてピッチングみたいにバツンってこう入れるような、はい、ちょっと長さを変えて、バランスも変えて、ちょっと手元のしなり感を出してヘッドをワンテンポ遅らせるぐらいの50度を作りたいな、あと問題は58だよね。58、だってなんかメッキ使ってるやん。いや、僕なんかメッキでいいんすよ、つって。いや、結構いいんすけど、まあちょっと良くはない、いや、悪くはないよ、はい、悪くはないけど、もっといいのがあるのに、
もっとうまい寿司屋があんのに行かねえんかよこれノーメッキにすれば、はい、多分アプローチもなんかちょっと違うって言ってたじゃん。あ、そうなんですよ。この間お電話で話したら、あのグリーン周りのアプローチがちょっと強く出ちゃう時があるって、バランスがちょっと強めに当たって低く強めに出ちゃう時があるんで、うん、まあその辺ちょっともうちょっと球を柔らかく飛ばせたらなって。そうだね、58度はもっとゆっくり飛ばせたいよね。そうですね。バンカーもゆっくり飛ばないでしょ。ああ、ちょっとバンカーも少しバランスが強く当たりすぎて飛んでっちゃうんですよね。そうだよね。逆にバンカー飛ばないのを振った方がいいから。自分は絶対そっち派ですね。飛んじゃうのを振らないっていうのが一番ね、最悪のバンカーショットだから。はい、あんまりインパクトの、うん、ただバランスを変えちゃうと、はい、フルショット、はい、50ヤード以上のフルショットがバランスを減らして当たらなくすると、うん、フルショット その感覚も変えないと飛ばなくなるから、はい、バランス角は一緒で、はい、開いた時はもう全然当たらないで、はい、パコーンって飛んで、はい、それでフルショットの時はちょっと飛ばしに行く、うん、フォローとかでも飛ばしに行くちょっとでガンってやるときはしっかりソールが当たって飛ぶっていう。だからバランス角は減らしちゃダメだよね。それはそんな魔法なことできるんですか。それをそんな上回りを柔らかく飛ばしてフルショットはちゃんと強く飛ばすっていうそれが商売ですか。なんかもう市原さんより市原さんのスイングを知ってるというか、ね、まあ知ってるのはスイングだけじゃないですけどね。それは冗談ですか。でもそうですね、やっぱ付き合いが長いというか結構濃かったからね。まあそうですね。あのまあずっと一緒にはツアー帯同して、うん、もうね2000年前からツアー帯同してその三田選手とやり取りするんだけど、帯同してる中でも恋時期ってあるんだよね。まあそうですね。1年とかね、はい、気づいたら横に宮城さんいるんだ、うん、はい、で僕はあれなんですよ、練習場には一切いないツアーレップだったんで、はい、ずっとコース歩いてコースの中で選手が打ってるのを見てどうなの、あの練習場の平らなライでナイスショーって言っても別に試合とは違うからね、うん、だからさっき言ったラフからどうクラブ抜いていくのかなとか、あこの人はもうフライヤーするべくしてしてんじゃんとか、アプローチもそうだよね、うん、あ、そんなアウトサイドから入れたら抜けないじゃん、うん、じゃあスクラブステック変えてイメージも変えてちょっとインサイドから下手したらアッパー目に入れさせてあげたいなとかっていうのは道具でできるから、はい、だからコースの中で打ってるのを見ないとっていう付き合いをしたりね、うん、コースでのスイングを知ってるからこそそうですよ、あのこういうアドバイスもできるというか、うん、あのイメージも湧くというか、うん、だからそのじゃあアイアンがフックするんですよっていう症状があるとするじゃないですか、うん、そしたら仮にコース行ってまあショートホールだったらティーグラウンドだしそのセカンド地点だったらホールロケーションに対して何を入れ上がってそっち向いてんのっていうのが分かんないとクラブ作れないんですよ。あ、なるほど。ただフックするから、うん、いやいやなんでフックしてるのか分かんないとよくねこうスイング直すときにダウンでこうリリースが速いとか、うん、手が浮くとか、うん、でもここ直せないんだよね、うん、なんでそうなるかってアドレスまで戻ってこないと、うん、アドレスを直してあげると上がるところにしか上がらなくなってしてあげれば降りるところにしか降りないんだよね人間の体って。でもアドレスが間違っててここに上がっちゃうからここに行くんだし、うん、ここに上がっちゃうからここに行くんだしっていう。だからまずアドレスを直すのと同じ理由で、プロのレッスンってそうじゃん、スイングいじんないじゃん、構え方とか、うん、あ右向いてますよとか、うん、ボール位置右すぎですよとかっていうぐらいしか直さないじゃん、うん、まあそうですね、プロ同士はそうですね。そうするとセッティングが直るから、うん、スイング軌道が自動的に動く、うん、それとクラブ一緒で、じゃあクラブだけのせいじゃなくてなんでそういう精神状態なのかっていうのは、うん、結論はクラブに不安があるからそういう精神状態なんだけど、そこに
落ちるまでのプロセスというか、うんうん、過程をこう直してあげないと、うん、アプローチもそうだったじゃん、うん、なんでそんな変なアプローチから始まって何が嫌なのか何が合ってるのか何が不安なのかから、ねうん、取り除かないと。だからね、アプローチイプスってほとんど治りますよ、うん、そのたまにこう湧き出てくるけど、うん、そのアプローチイプスなんてさ、ナイスアプローチをさ何回積み上げるかじゃん、まあ そ, うですね、それによって自分に自信が出てくるし、うん、イメージが良くなる。そういう意味では、まあ、イチャラ君もちょっとね、ウェッジを脱皮する 時, 代、はい、時期だよね、はい。まあ、はっきり言って優しいスペックだから、はい、チャックしてもいいよっていう。あ、ちょっとバウンススペックだから多めにして、はい、バウンス当てに行ってないのに当たっちゃうようなスペックなので、うん、逆にこうバウンスを当てに行き出したらもっと当たらないスペックにしたい、まあウェッジはイメージ出ました。お願いします、はい、ありがとうございました。とんでもない、なんか長い、なかなかすいません、うん、ちょっと一応段取りして仮組みして、はい、仮スペックが出た時点で1回、はい、連絡します。わかりました、うん、そこからまたその今日言った以外のものも出てくるかもしれないんで、はい、それにまた対応できるように、はい、うん、わかりました、よろしく、はい、お邪魔しました、はい、気をつけて。どうも、うん、ありがとうございました。ありがとうね。いやいや、こちらこそ、はい、すいません、ちょっとお願いします。はい、じゃ気をつけて。はい、じゃ秋になったらゴルフやりましょう。涼しくなったら。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、気をつけて。はい、失礼しました。頑張ってね。はい、ありがとうございます。いやー、菊池さん楽しみですよ。はい。巨匠。もう毎回こうやっていろんな相談しながら来るんですか。そうですよ。もう毎回もう本当に2時間3時間ぐらいずっと喋って、はい、こうですああですって。なんか。ある意味精神科医とこう患者みたいな。そうです、そうですね、医者ですよね、はいはい、ああ楽しみですね。で大体想像通りの、そうじゃない時もある。そうですね、そうじゃない時もありますけど、その時はまあちょっとこういう感じなんですよって伝えるともうすぐ対応していただいて、あ、はい、まあドンピシャでできることが最近は多いですけど、はいはい、やっぱりそれは付き合いが長いです。そうですね、宮治さんも多分市原君こういう時はこうなんだろうなとか多分全部把握してるんで、はいはい、じゃあ楽しみですね。楽しみですね、はい、じゃあちょっとまた次回、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。